ーの、やっはっはー、あみでーす。みえです。はい、今隣の人とハイタッチしたみえはい、はい、今日は何しますか。普段から使ってるもの気になってるんじゃないかなと。気になってくれてるんじゃないかなと思って、で今回は髪の毛のケアについて。結構染めるからすごい傷んでて、別にめちゃめちゃ綺麗ってことじゃないんだけど、えでもなんかやってば今から紹介しようと思ってるヘアケアは、髪的にはね、すっごいこれを使い出してからすっごいサラサラになったの。本当に髪質、まあめっちゃ染めてるから毛先は、まあ、こうやって見るとやばいけど、触り心地がね、もう指通りがすごい良くなったし、触り心地がサラサラになった。そうだから本当にみんなにおすすめしたいね、伝えたい。ということで、まあ、大体ね2人で使ってる、そう全部大体2人で使ってます、ね、あるものはね共有しようということで、はい、じゃあ紹介していきたいと思います。はい、それでは早速いくよ。ヘアケアといえばこちら、シャンプー。シャンプーです。はい、シャンプーは今これね、一応インスタでも紹介したそうやつなんだけど、じゃーん、こちら、じゃーん、そうこちらのシャンプーはクレージの、多分これ結構どこにでも売ってるんだけど、プラザとかロフトとかでも売ってるし、ほんとにいい匂い、ね、ほんとにいい匂い、とにかく匂いがいいのね。そう、それでミユは、まあ、髪の毛の色落ちを防ぎたいから、シャンプーはこれ、紫シャンプーを使ってます。これはドンキで買いました。なんか紫シャンプーってなんか最初に使ったやつからもすごいね、泡立ちが良くなくて、本当に洗えてんのっていう感じだったんだけど、これ使い始めてちょっと世界変わっためっちゃ泡立つの、これ紫めっちゃ泡立つから、ちょっとメイク的には割と今おすすめです。はい、はい、じゃあ次に続いてリンスはこちらの、先ほどのクレージのヘアトリートメントを使ってます。はい、これヘアトリートメント、こ多分ね、このヘアトリートメントがめっちゃいい匂いなの。うん、うん、だよね。めなんかね、え、変えてほしい、ちょっと伝えたい、ずっとつけてたいよね。本当に結んでたりするとすごいよね。それで、うん、これがいい匂いでめっちゃ良かったから、今これを買ったんだ。クレージュのレイクヘッドスパスパマスク、これもヘアトリートメントなんだけど、そうこっちの方がねダメージをね減らしてくれんじゃないかと思って、こっちが良かったからこっちを買いました。で今はシャンプーもトリートメントも全部クレージュを使ってます。はい、でこれがお風呂の中のヘアケア。はい、でやっぱりお風呂出てからね、乾かすときが一番大切かなって思うから、ね、はい、乾かすときに使ってるのはこのマシェリーの洗い流さないトリートメントを使ってます。ね、大事よね、お風呂出てからそういうの。これもね、めっちゃいいよっていうの。はい、洗い流さないトリートメント、こちらを塗ってます。はい、で髪の毛を乾かし始めて、でちょっと乾いてきたところに次の段階です。次の段階です。こちらですね、ロレアルパリのヘアオイルを使ってます。これね、多分そのどこにでも売ってんだけど、種類めっちゃあるよね。そうだね、そう、アミ
ミはね、このピンクが好きで、だから最初に使い始めたのがピンクだったからずっとピンク使ってるんだけど、これもまためっちゃいいんだよね、うん、もうツルンツルンになるよりも使ってる。これね、多分もうね3本目か4本目めっちゃ鬼リピしてる。これも洗い流さないようにこの子たちはやってなかったら見た時の髪はワルワルだね。そうですね、あの染めてるからね、いっぱい。そうだからよく染める子とかさ、うん、髪の毛傷んできたなって思ったらやっぱり努力次第でどうにかなるなって思う。なる、本当になる。大事よね、努力、うん、諦めずにね。オイルとかね、ちょっと高いオイルとか買ってみて、うん、いいってやつ、うん、そうするとね、めっちゃ変わるよね、ほんと。髪の毛はいたわっていこうって、うん、感じです。はい、マミたちのヘアケアちょっとでも参考になりましたかね。どうでしょうか。そう、でも本当に全部あのマジでおすすめ、おすすめです。結構ずっと使っているわけで、クレンジャーでもちょっと前に使い始めてめっちゃ良くて、本当に全部いいのでよかったら試してみてください。はい、はい、ちょっとでも参考になったなって思ってくれた人は高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上アムとミエでした。バイバーイ。